感染が判明したのは、須崎市の農業に携わる80代女性で軽症です。感染経路は分かっていません。女性は昨日別の疾患で医療機関に入院するために検査を受けたところ、陽性が判明。同居家族と別居親族、合わせて3人が検査を受ける予定です。女性は6月に2回目のワクチン接種を終えていました。 県内の感染者の累計は4113人となりました。医療機関には14人が入院していて、重症は3人、中等症は1人です。